次に丸山参考人にお願いいたしますはい、丸山康弘と申します立正大学法学部で刑事政策と犯罪学を専攻しております本日は意見を述べる機会を与えていただきましてありがとうございますえっと正直に本音を申しますとここで意見を述べることについては最後まで悩んでおりました、えー、対魔使用罪の新設には普段から疑問を持っていますが最近の対魔に関する事件や ただ、大麻に似せた成分に関する事件報道を見るに、多くの市民も厳罰化を望んでいるのであろうと想像するからです。確かによくわからない物質に対して不安を抱き、それを犯罪化することでコントロールをしなければならないのではないか、そして刑罰でコントロールできるのではないかと考えることは、これまでの薬物教育から考えるに不思議なことではないように思います。しかしか こと薬物の末端使用者に対して必ずしも刑罰による対応は効果を出しておりません2023年11月25日に世界的トップジャーナルの一つであるザ・ランセットにおいても多くの国が犯罪化は健康に悪影響を及ぼし確立された公衆衛生のエビデンスに反しているが各国の薬物政策は依然として刑事罰に頼ろうとしていると指摘していますそして 今日の議論のように薬物としてひとまとめにして危険なものとすること自体に問題がありますなぜなら一言で薬物といっても自然由来で2000年以上にわたって使用されてきたものもあれば人工的にケミカルに作り出されたものもあるからですましてや化学式を少し変えるだけで人が服用することを前提としないものまで薬物として一緒のもののように考えてしまうことになるからです 例えるならば、ある刑事司法に関わる少年がいたとして、補導された段階や、家庭裁判所に送致された段階、少年鑑別所に送致された段階、保護観察処分になった段階、少年院に送致された段階、少年院刑務所に送致された段階とい,いずれの段階でいろんな問題の深さは違うんですが、一括りに犯罪少年と言っているようなもので、そうすることで注意してこれを見ていかないと、無駄なあの差別に、 つながっていくかもしれません、助長するかもしれないというような疑問を持っています。えっと、次に、大麻を取り巻く政策の話に戻ります。大麻に関して検索をしていただければ、国際的に大麻の取り扱いが非犯罪化や非刑罰化に向かっていることが容易に分かることでしょう。それらの政策を取る国は、思いつきや行き詰まった結果、政策を選んだのではなくて、 科学的根拠に基づき、より問題使用を減らすにはどうしたらいいかを考えた結果であることがわかります。冒頭でも触れたとおり、私は刑事政策、犯罪学を専攻しており、特に薬物の末端使用者に対する薬物政策のあり方を研究してもう20年以上になります。刑事罰を土台にした薬物政策のあり方、刑事罰に依存しない薬物政策のあり方について研究をしてまいりました。特に、 アメリカの薬物犯罪専門の裁判所であるドラッグコートというのがありますが、こちらの研究を進め、毎年世界中から7000人の規模で研究者や実務家が集まって議論を行っている全米ドラッグコート専門家会議というものにも定期的に出席している数少ない日本人の一人です。さらに留学中には約2年間にわたって、このドラッグコートの内部から研究を行いました。一方で 刑事罰に依存しない薬物政策のあり方を検討する国際団体の学術大会にも数多く出席しております。これらの調査や研究から得られた知見は、国内学会やアメリカ犯罪学会、ヨーロッパ犯罪学会など国際学会でも報告する機会をいただいており、一定の認知を得ております。こういった知見や国際的な薬物政策の観点から、この度の 対魔施用剤いわゆる対魔使用剤の新設がどのような問題を含んでいるかについて意見を述べさせていただきたいと考えていますどうぞよろしくお願いしますでは論点に入る前に本法案のどこに反対でどこに賛成なのかについて最初に整理をしておきたいと思いますまず本法案の主軸が医療的ニーズへの対応とその研究を進めるため改正がなされることに対しては賛成の立場です それらの医療的ニーズに応えることと大麻使用罪という個人使用に対して新たな罰則の規定を設ける問題とは全く別のものであると考えています。それを一緒に議論することで混乱を招く可能性が高いということを危惧しています。なぜなら本法案に反対することがこの医療的ニーズの発展にも反対しているかのような印象を与えるからです。そうではありません。本法案はいわゆる THC について麻薬として認定し、その思考的な 個人使用の罰則については、従来の対魔取締法で規制されていた単純所持などの上限よりも重く、5年以下から7年に変更になるものであって、刑罰を厳罰化するものを含んでいます。こういった刑罰のあり方やその運用については、厚生労働委員会で医療的な展開を検討する法案と抱き合わせで行うのではなく、 法務委員会でしっかりとした議論と国際的な基準で確立されている科学的根拠に基づいた検討を行っていただきたいと考えています。これらの問題とは分断して検討されることを望みます。次に多くの場面で見聞くするコメントから前提として共有しておきたいことがもう一つあります。ダメ、絶対のような初期使用を防ぐことを集中した威嚇をすることで抑えてきた教育からもたらされた議論というのは薬物使用者イコール犯罪者 もしくは薬物使用者イコール依存症で困った病人であるとして語られることが多いという点です。しかし、国連は2016年のドラッグレポートにおいて、薬物使用者の約89%は問題使用にさえ至っておらず、残りの11%についても、医療的なケアが必要な人はそのうちで6人に1人ほどであるという報告をしています。 そういった現実がある中で、問題使用者に至ってない人が多数であるにもかかわらず、それらの人をも巻き込んだ対応が強制的な介入なのか、仮に介入が必要だとしても、それが刑事罰によらなければならないのか、といったことが世界中で議論がなされています。むしろ国際的に人権問題と指摘されているのは、薬物が生活、 に支障をきたして生活がままならなくなったのではなくて刑事司法が介入することでその人の生活を奪っているのではないかということが指摘されているからですまた先ほど紹介した著名な医学雑誌ザランセットに2010年に掲載されたデイビッドナットの論文では他人の害薬と自分の害薬について危険度を調べたところ最も危険な薬物はアルコールであると結論づけています その研究によれば、大麻の危険度は他の薬物と比較したランキングで8位であって、日本でも自由に使用できるタバコの6位よりも危険度は低いとされています。この研究から得られる示唆としては、違法か合法かの分かれ目は必ずしも薬物の危険度が高いか低いかで分けられているのではないということです。では、大麻は危険なものではないという単純な結論でいいのでしょうか 厚生労働省などが示すように大麻も過剰に摂取すると体にさまざまな影響を与えることはあると思いますそれならば確かに問題使用が増えることを防ぐ方がいいかもしれませんしかし本研究で大事な点としては同じ基準で他の薬物も同時に検証することが大事だということです大麻が危険であるというような調査をアルコールやタバコで一緒の基準で行えばもっと大変な数字として現れてくるかもしれないからです 薬物に限らず、過剰に摂取すれば体に良くないものは多いです、世の中に。例えば、醤油や水であっても、過剰摂取すれば体に支障をきたします。それらを制限し、うまく付き合って生活していくのに、刑事罰が果たして必要でしょうか。また、よく語られることとして、非犯罪化や非刑罰化を訴える国は、薬物使用者の対応ができなくなったからでも、諦めたわけでもありません。むしろ、科学的根拠によれば、 より問題使用を減らすことができるのは、刑事罰ではなく、教育と福祉と社会保障であるとしているんです。日本のように厳罰化を目指す国も、刑事罰以外の方法を取る国も、目指すべきゴールは、問題使用で苦しむ人を減らすということで一致しています。つまり、ここにいる、この会場にいる使用罪新設に賛成の皆さんも、使用罪新設に反対の皆さんも、 薬物の問題使用を減らしたいという考えは一緒なんです。では、問題使用で苦しむ人を減らすにはどうしたらいいのでしょうか。国連をはじめ、国際的な研究団体や非犯罪家に舵を切る国々は、その答えが刑事罰ではないという方法を選択したということです。むしろ徹底した取り締まりと厳罰で対応しようとした薬物戦争ですね、いわゆる、ウォーン n ラッ u スは、失敗であったということが多く報告されています。 依存症者が増え、刑事司法に巻き込まれることこそ生活を失うことになっていき、孤立を深めるからです。以上、持ち時間の半分以上を使ってしまいましたが、本法案の対魔使用罪の諸問題について意見を述べる前提として皆さんと共有していただければ幸いです。それでは、本法案の対魔使用罪新設に対して懸念することについて、時間の都合上2点だけ述べさせてください。 まず立法事実がどこまであるのかが不明瞭であるということです。世界の薬物政策の流れに反する形で、今から大麻の使用罪を新設しようとするからには、裏付けられた立法事実が必要ではないでしょうか。若年者の検挙人員が増加しているのではないかということがよく議論されていますが、それについては私のお手元の資料にある石膏で検討しているとおり、若年者を集中的に検挙しているのではないかという可能性が高いことや、 薬物自販車全体で見れば、検挙人員は横ばいであり、より深刻な事件へとつながっているということは出ていません。むしろ、薬物政策として注目すべきは、検挙人員ではなく、その周辺の数字であろうと思います。よく語られることとして、日本は諸外国に比べて障害使用率が低く、薬物問題で困っている国を真似る必要はないというようなものがあります。果たして本当にそうでしょうか。私はその意見には懐疑的です。 まず、日本の障害使用率の数字の出し方は、基本的に調査員による対面の聞き取り調査が主流になっています。諸外国では一定の範囲の下水調査を行って、一定の範囲でどの程度の薬物が溶け込んでいるかということから推定値を出します。一方、聞き取り調査で行ったアンケートで、厳罰化がこのように求められる日本において、一体どれだけの人が正確に使ったということを答えるでしょうか。さらに、皆さんがよくご存知の通り、 日本の自殺,自殺者数は世界でもトップクラスにあり、精神病院の病床数も断トツで世界1位です。つまり、日本では潜在的に生きづらさを抱え、薬物のニーズが高い人が多いことが容易に想像できます。現にオーバードーズで搬送される人が多く、市販薬や処方箋の問題も注目されています。本当に日本は薬物の問題を抱えていないのでしょうか。また 安易な使用はだめだという意識づけのために、まず違法にして、その後、医療につなげるのが大事だという意見もあります。再使用を罰則として、利用せず、回復支援につなげるというような、例えばドラッグコートの運用のようなものが、日本でも許されるならば、その可能性はあるかもしれません。しかし、日本の刑事司法はそのような運用が実務的に現実で行われるでしょうか。 2023年11月10日にすぐそこにある参議院会館で開催されたイベントがありました。人質司法に関するイベントです。全国から多くの人質司法サバイバーが集結されて、刑事司法に巻き込まれたことによる不利益が語られていました。その後に医療につなぐといっても、多くの大事な時間とものが私生活から奪われて、刑事司法が介入することで生きづらさを深めていく現状がありました。 ましてや昨今の加熱する報道からデジタルタトゥーが残されて、社会復帰が困難になる一方ではないでしょうか。さらに、国連やランセットは、薬物の犯罪化は健康問題を悪化させ、依存症問題を深刻化させることを訴えています。つまり、問題使用を減らすために医療につなげたいという思いと、事実が異なっているということです。 何度も繰り返しますが、ここにいる全員が薬物の問題使用を減らしたいという思いなのは一緒なのだから、科学的根拠によって、より問題使用を減らすとされている方法を取るべきではないでしょうか。もう一つの法案の懸念についてです。本法案では、大麻取締法の中に使用罪を新設するのではなく、麻薬及び抗生新薬取締法の麻薬というもののカテゴリーに THC を含め、規制するというものです。 医療的ニーズに応えるために医療用麻薬としてここに含むことで医療目的として活用しやすく、思考的な使用についても罰則がつけられるという点からこちらに入れざるを得なかった、その方がメリットがあったというふうに説明がされます。これは一理あるかと思いました。この麻薬という他の薬物と同じカテゴリーに入れてしまうことで、刑事司法,法実務で起きるであろう問題を心配しています。 よくわからないものを薬物といったものでくくったり、麻薬と一括りすにすることになるからです。ほとんどの場合、多くの人が何が覚醒剤で何がフェンタニンであるのか、それぞれにどのような薬効果と問題があるのかを分けて理解する人は少ないと想像します。私自身も薬学や医学を専攻しているものではありませんので、それを詳しく説明しきることはできません。これが裁判になったときはどうなるでしょうか。 法案によれば THC は魔晄法に言うオピオイドやフェンタニルなどと同じ麻薬というカテゴリーに入っていくことになります。大麻の弊害は少ないということを理解しないまま他のハードドラッグと同じ麻薬でに入っていくので裁判では重罰化されることが起きるのではないでしょうか。少なくとも放送者がこれに詳しいとは思えません。 現に裁判ではどの薬物がどのように危険なのかを立証せずに薬物が危険というのは周知の事実であるという一言で済ませていることが多いように思います最後に一言だけ薬物問題は目の前の違法薬物の使用が止まることだけがゴールではないです使用が止まってもすぐに自殺してしまう人もいるからですそのため薬物政策を考える際には広く学際的に考える必要があります 仮に非犯罪化、後に大麻使用が一時的に増えたように見える国も、市販薬や処方箋のオーバードーズが減っていたり、緊急搬送される人が減っていたり、薬物関連で亡くなるということが減っているということを見ることが大事です。ぜひ、厳罰化をして、失敗をした諸外国と同じ道を歩むのではなく、医療や社会保障、公衆衛生、教育、いろんな問題として捉えていただければ幸いです。以上です。ご清聴ありがとうございました。 ありがとうございました。